今日の最高気温高い順にランキングで見てみますと、今日は大分県の日田で 35.3 度を観測しました。猛暑日となりましたね。その他西日本の広い範囲で30度以上の真夏日となりました。それではここからはですね、明日のお天気見ていきましょう。明日の気温に注目です。こちらが明日20日月曜日の14時の気温の予想を表したものです。ピンク色の分布のところは30度以上の予想となっています。特に東海から西日本にかけて気温が上がり、暑さ対策が必須となりそうです。では熱中症予報を見てみましょう。明日もやはり暑くなりそうで、西日本や東海を中心に厳重警戒となっています。こまめな水分補給や冷房の活用などでしっかりと暑さ対策を行いましょう。